オイルの話ですね。普段オイルは私は3000キロごとに交換してるんですけども、これは結構ね頻度高すぎると思うんですけども、普通は5000とか1万でもいいと思ってます。オイル売ってるね販売店からすれば頻度多くやってもらった方が、そっちの方がいいですからね。3000とか5000っていう風に進めるでしょうけども、旧車でもなければね、1万でも十分じゃないかと個人的には思ってます。実際3000程度で交換してもオイル交換した後ってね、ミッションがカチカチ入るなとか、エンジンが軽く回るなって、フィーリングいいなっていう体感皆さんされると思うんですけども、3000程度だとそんなに大差ないんですね。そんなに変化を感じないです。それでもね、なんで3000でやってるかっていうと、単純に趣味ですね。オートバイをいじりたいというだけの理由でやってます。金銭的なね面を除けば頻度多くて損はないみたいなね。あとオイル交換するついでに車体の下覗いたり、エンジン周りも見たり、それでボルトの緩みとか異常とかね、異常といっても、そのちょっとタイラップが緩んでるとか、なんか汚れがついてるとか、そういった程度の異常ですけども、定期点検のついでにやる感じですね。それでもぴったり3000でもなくて、5000の時もあれば4000の時もあって、だいたい3000で何かのメンテのついでにやってるっていう感じですね。で、使ってるオイルの種類は何かというと、基本的には川崎とエルフの共同開発なんですかね、最強というやつです。 10W50 という硬さのオイルですね。冬とか寒くなると 10W40 の、テイトーというやつを使ってます。これ 100% 化学合成油で、グレードはいろいろね、こう表記されてるグレードはいい表記、かなり、ね、いいものだと思われるんですけども、その割には安いんですよね。すごい安いんですよね。冬は正直この硬さでいいかなと。で、今回新たに試したのがモチュールの 7140T10W の60という高温に強そうな粘土のものですね。これなんかハスクバーナーかなんかの指定オイル、ハスクバーナーとか外車系が結構このオイル粘土みたいですね。ご存知のように、W800 っていうのは空冷なんで熱には弱くて、夏の渋滞で 4K を見るといつも真っ赤っかになってるんですね。120度を超えちゃうんです。120度を超えるとイオン系は真っ赤っかになるんで、バックライトが真っ赤になってね、精神衛生上よろしくないんですけども、 10W40 のオイルだと大概真夏はそうなっちゃいますね。ただこれが10W50 の最強にすると110ぐらいで収まる感じがあるんですね。データを取ってるわけじゃないので、あくまで体感なんですけども、いつもより10度ぐらいは収まってるなという印象ですね。10度、5度ぐらいですかね。いずれにしても120度で真っ赤かって、毎回真っ赤かっていうのが収まったっていう感じですかね。110そこそこで収まる感じですね。120を超えても熱だれするとかね、エンジンに何か異常を感じるようなことがあるっていう様子は今のところないんですけども、さっき言ったように精神衛生上よろしくないのと、少なからずともね、やっぱそれだけ油温が高くなっているとエンジンに負担はあるはずなんで、油温を上げないようにということで、この 10W50 を使ってました。オイルのねグレードがなんだ、種類がなんだ、メーカーがなんだとかっていうよりは、どちらかというとその硬さですかね、硬さによって違いが現れたなっていうのは体感しているので、 100% 化学合成油でそこそこ硬い粘土であれば、最強じゃなくても真夏の温度上昇っていうのはある程度抑えられるのかなっていう気もします。そういったことでね、夏から秋は最強の 10W50 にしていました。それでも真夏は120度長く乗ってると超えてくるんですよね。で、先日ジムカーナー練習会で 4K を見たんですね。練習してる最中に、3月だっていうのに110まで4が上がってたりしたんで、もちろん、ね、1速だけでね、急加速急減速、練習走行は15分間もう目いっぱい、ウォーミングアップとかね、そういうとこでもう開けて閉じて開けて閉じてみたいな感じでね、かといってスピードが出るわけじゃないので、エンジンが冷えるっていうシチュエーションもそんなにはないので、イオンも非常に上がりやすいのかなと。で、これ3月で110まで上がっちゃうと、これ真夏だとこれ120確実にいくなっていうのがあったので、なるべく固めのものをちょっと探していたんですね。ただ硬すぎるとね、エンジン始動に難があったりとか、こう冷感時にねエンジンがかかりづらいとか、ちょっと冷えてる時にオイルが回りにくいとかっ
ていう弊害もあるのかなと思ってたんですけども、でいろいろ探したら持ち売りでね 10W60 というね、冷感時も普通のオイルと変わらず、かといって高温時に関しても60という硬さで 100% 化学合成ですし、かなり有名な持ち売りですからね、これもう試す以外はないと。まあブランド的にも非常に信頼のおけるメーカーなので安心して使えるかなと思って使ってみました。まあ、固めといってもね、冷感時は10なので柔らかさも持ち合わせている様子で、エンジン始動やアイドリングに特に変化はなかったです。で実際じゃあ油温の上がり方はどうかというと、これがね、やっぱりそれなりに油温の急上昇っていうのは抑えられる勢いでして、最強だと110いっちゃってたようなシチュエーションでも、まあ、大体100そこそこで収まるという感じですね。今の段階で今まで使っているオイルよりも温度上昇が低く抑えられている。でシフトチェンジも綺麗に入りますし、まあ、今までとそんなに何一つ大差ないようなエンジンの回り方をしてくれています。で持ち売りもね、300V とか高いんですけども、この7100っていう種類においてはそこまでバカみたいに高くもないですし、まあ最強と変わんないんですかね。川崎エルフの最強は2750円とか、安いとこだと2400円とかですね。最強の方がちょっと安いぐらいですかね。それでね、先日4月ですけども、ジムカーナの練習会でエンジンをまた分回してきたんですけども、やっぱり温度上昇が非常に穏やかで110までいかなかったですね。100そこそこっていうような結論でした。なのでやっぱりこの粘度っていうのは当てになる数字なのかなと思います。それ以外のこのオイルの配合がなんだ、あれがどうだ、これがどうだっていうのは違いとかね、体感とか私はよくわからないんですけど、まあメーカー自体はね、10W40 のオイルを使うっていうことを前提にエンジンを設計して作っているから、それで十分だという考え方もありますし、まあそういうわけでね、皆さんもいろいろオイル試してみてはいかがでしょうか。以上です。